ナナ・アレクサンドリアは、ジョージアの女子チェス選手。女子世界チェス選手権で、二度挑戦者となった。当時ソビエト連邦の構成国だった、グルジア共和国のポティに生まれた。1966年に、女子インターナショナルマスター1976年に、女子グランドマスターのタイトルを手にし、1966年、1968年、1969年の、 度ソ連女流チャンンピオンとなった女子世界選手権では1975年と1981年の2度、挑戦者となり、マッチを戦ったが、前者ではノマがプリンダシビリに敗れ、後者ではマイアチブルダニゼに引き分け防衛を許した。チェソオリンピアードにも1969年、1974年、1978年、1980年、 1982年、1986年の K6 度ソ連代表として出場し、1980年代のソ連黄金期に多大な貢献を果たした。エロレーティングの自己ベストは1988年の2415点。1986年から2001年まで世界チェス、連盟女子委員会の委員長を務めた。現在もファイドに務めている。 ありがとうございます。